はい、おいしいマンピー。はい、ということで、どうもプロダンです。いや、ということで今日はまた日常を非日常に変えるいたずらドッキリってことで、いつもレイナさんと、まあ、動画撮るじゃないですか、週に1本ぐらい。その時の企画とか、あと俺やっぱ自分でさ迷っちゃうんですよね、 YouTuber って。なんか本当この企画でいいのかなみたいな、これ面白いのかなみたいな時に、やっぱちょっと相方がいると客観的な意見もらいやすいんで、会議やってるんですよ、これガチなやつで。その真剣な会議中に、まあ、そちらのテーブルでやるんですけど、あちらのテーブルで、まあ、1時間ね、週に1回、はい、この火曜日にいつもやるわけなんですけども、あちらのテーブルで、でレイナさんがこうで、俺まあここかあっちらへんで、その時に全裸になったらいつ消えたかということで、前回レイナさんと、まあね、ここでAV 見てたらいつ消えてくるのかっていう、ちょっとそれのまあパート2ということで、普通だったら会議してる中で、その緊張感の中でだんだんとパンツを脱いでフルチンになったらいつ女性社員は気づくのかっていう、まあ俺はねサラリーマンから外れちゃったんですけど、そういうスリルを皆さんにお届けしたいと思います。これぐらいの感じで気づきますよっていうガチでちょっとやっていきますね。今レイナさんにうんこしてるんで、はい、ちょっとその間に今パパッと撮ってるんですけど、ね、俺そういうのマジ好きなんですよね。中学校時代とかも山下くんいるじゃないですか、幼馴染の山下くんと隣の隣の席だったんですよ。でその山下くんを笑わせたいがために、超怖い数学の先生の授業の時におちんこを立たして消しゴムその上に乗せてね、ペンどこまで飛ばせるかっていうのを山下くんだけに見せてたっていう、はい、その好きなんです。心は、ね、成長してないんで、ということで今見てる世のサラリーマンの人はぜひね参考にして、もしそういう正義がある人はこれ見てちょっと留めてください。はい、現実にやったら捕まっちゃいますね。じゃあやってきてみます。じゃあ真剣な会議中にフルチンドッキリスタート。心の準備をしないと。お茶入れようか。お茶大丈夫大丈夫、ありがとう。コーヒーブレンドしたんだけど。え、コーヒー飲めないよ。飲めない。いやいや、考えよう。そっちある？ストック。ストック、案件が多いから、あるっちゃあるけど、でも案件あるとさ、やっぱ自分のさルーティン崩れるでしょ。本当そう。修正とかあって。ちょっとね、忙しすぎて最近全然動画の頻度一週間に1本かな。ああ。なるほどね。考えようとしてない。3つ考えてほしくて、つまあ、2つは食べる系だよね。1つはちょっとパロなんかそういうネタ系の、エンターテインメントのやつがいいんだけど。ケーキを大食いしながら走ったら痩せるのか。ケーキを大食いしながら走ったら痩せるのか。太るかな。ケーキ食いながら走って痩せるまで太るかな。俺どんだけ代謝やの。3秒に1回飴食っとかないと俺死んじゃうやん。ダメやな。それ絶対太るでしょ。 50m ダッシュとかでしょ。 50m とかダッシュしながらケーキ食べて測るの体重。いや変わんねえだろ。それで痩せたら俺ちょっと病院行くよ逆に。カレーとか食べたいの。カレー？うん。まあ、食べてるよカレー。いやちょっとカツカレー食べたい。あなたね。あれはカツカレーを作るけど、そのままフライパンも食べてみたい。あ、手で食べちゃった。そう。食えねえよ。ガッちゃんこれ。企画もの。企画ものね。一緒にやるのとかでも全然時間が取れるの。乳首のタトゥー入れちゃったやつ。そう。あ、それダメなの、人生変わっちゃうから。せめて羽根つけなんで、それ乳首の間に乳首って化け物じゃねえか、俺もそれ。やっぱ2人のかな。つくね。まだまだ夏だ。
で、一つは、まあ、プロタン・レイナのやつ で、もう一つはなんかエンタメ系にしたら、まあ、ちょうどいいかなと思ってんだよね。うん、私が結構好きなのは、飲み終わりとか深夜に食べちゃダメなやつを深夜に食べちゃう。ああ、それいいね。やっぱね、あのシリーズね、素敵よ。なんか素敵ある。うん、めっちゃ見たくなる。はい。最近、やっぱコンビニ飯って魅力的だよね。うん、あ、コンビニ飯ね。あとね、俺、SE とかもこだわってんだよ、最近。どんなやつ？やっぱ爆発音を最近入れてなかったからさ。ああ。これね、それね。うん、いいじゃん。これ結構良くない？いい。で、最近なんかシュールな音楽ばっかりだったかな。マジで。うん、何よりもちゃんとないし。どういうところばっかっとるんだ。どうした？いや、この音ちょっと小さいかなと思って。もっとでかい方がいいのかな。まだ そんなでかかったらびっくりするやろ、視聴者の人。それが面白いのかなと思って。ああ、確かにそれも一個の手だよね。うん、そう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 。バコーン。体も浮いちゃうぐらいのね。あ、こうやってやってみてじゃん。うん。でも、だから見てて、普通じゃん。バコーン。なんかな。いや、だから、じゃあ大食いしてていきなりさ、こうやってバコーンってなっちゃうんだ。やばくね。それは面白すぎる。でも不快だよね、ちょっと見る人は。いや、いけるよ。いや、多分見ない。一人だって、だって好きなさ、カツカレーとかさ、食べてるわけじゃん。うん、めーあーうまいわーってなっちゃうんだよ。めっちゃいいわ。ダメだぞ。いや、こっちよりな、いや、もう絶対、分かったのは俺これダメだよ。こんな面白い人おらんやろ。うまいや、絶対面白くないんだろ、お前。うん、そういうのね、好き。あ、面白い。考えていいん？真面目に。見えてる？何？あ、見えてた。何？え、見えてる？そこから。え、ロハンの時見えた？今も見えてる。今見えてる。ここから見えてる。面白い。それはあったの。あ、ドッキリもね、もねじゃんか。